とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、この装備を使って、シタデル、クリアしていきましょう。機械仕掛け、そしてソウルダンサーのローブ、不滅のナイフ、羽、カバンですね。最近は、バブルバースターばっかりだったので、ちょっとね、カバンビルドをやっていきたいと思います。ソウルダンサーは、言うたらば輝くローブとほぼほぼ変わりはないかな。あ、若干違うか。ソウルダンサーの方が防御寄りで、輝くローブの方が攻撃寄り、そんな感じですかね。で、エンチャントでヘルスエナジー入ってるので生存率はぐっと上がってます。で、機械仕掛けだけども普通に使うのにはおすすめしません。なぜかっていうと、消費がね半端じゃないのよ。もう多分ね、全弓の中で一番消費が激しいやつなので、矢がね、ものすごく必要になります。でも今はね、矢を無限増殖していけるので、もう多めに増殖していけば、まあ大丈夫だね。うん、それが前提になります。で、これ加速で、矢の発射速度が、最大になった時がすっげえ火力なのよ。火力はもう半端じゃない。 100% になった時がなんで、その 100% を維持しながら、まあ、うまいこと立ち回っていければいいんじゃないですかね。うん、まあただもうなくなってきたけど、矢はものすごく必要です。あー、これやべえな。切れるわ。あー、切れた。ちょっとサプライギフトかなんかでゲットしてから行きましょうか。これちょっと無理だ。 OK、5000本増やしました。これぐらいあれば大丈夫と思います。ほんと多めにね、機械仕掛けの時は持っていった方がいいもんね。普通の矢の時は、そうだね、1000本、いや1500本あれば十分足りると思うんだけども、この機械仕掛けはね、本当にむちゃくちゃ使うんで、5000本ぐらいは持っていった方がいいよね。まあ、これを愛用してる人はもうわかると思うんだけど、まあ、火力がある分、矢の消費量が半端じゃないね。よし。まあ、とりあえず、行きましょう。あ、あとね、コメントで、このシタデルの、クリアができないっていうコメントがあったんだよね。途中の、ドアの開け方がわからないっていうコメントがあったんですけども、多分シュルカーの弾を当てる場所かな、あそこの開け方がわからないっていうことなのかもしれません。そこもちょっとね、今日はやっていきますね。あ、多分ね、こういうとこでしょ、この扉。シュルカーの弾がないと、開かないのよね。なので、近くにシュルカーあると思うんで、この弾を、こう誘導してきて、ここに当てんのよ。そうすると開くので、やってみてください。まあ、この扉がある近くには、必ず、シュルカーいると思うので、探してみてください。あ、多分ここだな。中央の、扉っていうから多分ここだと思う。ここの扉のことじゃないですかね、質問にあったのは。ここ確かに難しいもんね。この階段の下にシュルカーあるんで、弾をねうまいこと誘導していってください。弾ギリギリで行くとうまいこと階段を登ってくれるので、ちょっとコツがいります。普通に上で待ってても途中で弾が消えちゃうので、うまいこと、ギリギリで誘導しながら階段を登っていってみてください。そうすると開くと思いますので。それでは装備はもうそのまんまでいきますね。機械仕掛けの、100% でいけば全然いけると思うんで大丈夫でしょう。火力はもうほんと抜群なのよね。火力だけは抜群。ただ燃費が激悪。もうアメ車みたいな燃費しとるからね。いけるかな？ OK。で、
ダイナモも20すぐ溜まるんで、ダイナモでダメージも与えていくと。うん、あ、余裕だわ、さ、余裕だ。まあ途中のね、このボスの攻撃を回避さえできれば全然余裕で勝てるわ。うん、昔はね、矢のね、無限増殖ができなかったんで、機械仕掛けはもうほんと使えない武器だったんだけども、使えるようになったな、ほんとほんと使えるようになった。よし、ではクリアですね。余裕だったな。で、やっぱりね、この機械仕掛けと俺が装備してる防具、これの相性がとにかくいいんだよね。これ本当にカバンビルド用で最高だもん。雷フォーカスでしょ、でクールダウンで、ヘルスエナジーでカバンを使うごとに HP 回復するし、でさらにダメージの 30% 回避もついてて、アーティファクトのダメージ 50% アップで、魂の回収する確率も 50% アップするので、流れ込む魂で回復する、ヘルスエナジーで回復する、こことんでもないよ。うん、これ装備して機械仕掛けでこの連打もうたまりませんただ結構条件は難しいと思うんですけどね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。